まずは1回、この京山の立ち上がりのピッチング、強打、空振り三振。まず立ち上がりから京山いいピッチングしてましたね。そうですね、多少ボール高かったですけどね、はい、このビシエロセンターフライに抑えます。1回をゼロに抑えました。そして1回の裏、ベイスターズはチャンスを作ります。まずはランナー1塁でこの筒香のライトへのヒット。今日は主軸がタイムリーがありました。そしてこの宮崎です。まあ、これ2アウトからですからね、はい、これ大きかったですよね。まあ、筒香まで帰ってきたというのは大きいですね。これでベイスターズが2点を先制しました。1回の裏2対0とします。この宮崎の激走、三塁まで走ったというシーンもありました。そして4回です。ワンアウト1塁2塁というピンチ。この平田の当たり、ヒヤリとはした当たりでしたが、ただもうコースが良かったですよね、はい、そして2アウトとなった後、高橋を空振り三振に切って取りまして、このピンチをしのぎました京山です。5回の裏ワンアウト3塁、この大和ベテランらしくきっちりと犠牲フライ。まあ、この1点が大きかったですよね。取り方も良かったし、本当大きい1点になりましたね、はい、結果的にこれで3対0とこの犠牲フライでなりました。ただ6回の表2アウトランナーなしでドラゴンズ、今シーズンから加入したアルモンテ、打った瞬間の当たり、これはしょうがないですね、打った方を褒めるしかないですからね、ライトへの4号ソロホームラン。このホームランを打たれまして、京山は降板するという形になりました。これで3対1、2点差、ベイスターズ詰め寄られます。ただ迎えた7回の裏、ワンアウト1塁から大和のこのレフトへの当たり、ツーベースヒット。これでチャンスを広げます。そしてワンアウトランナー2塁3塁の場面で筒香、笠原もここは続投ということになりましたが、結果的には筒香が勝ったという場面でした。まあさすがですね、これもね、はい、強振しないでね、はいはい、5対1となってなおもワンアウト2塁、変わった伊藤からロペス、センターへきっちりと弾き返して6対1。そして9回の表、最後は須田が亀澤をセンターフライに打ち取りまして、ベイスターズが6対1での勝利となりました。